ボッコイロンも茨城スタンのボッキーでーす。よろしくお願いします。今回やっていくのは、はい、茨城スタンのじゃない方決定戦。またやるの？いや、まあ、前回決まんなかったからね。いや、決まったでしょ。今回もきっちり決めていこうかなという企画でございます。いやいやいや、前回俺がメインっていう形で終わったんじゃないの？ドローだった。ギリドローだった。そんな言うなら別にしゃーなしにやってあげてもいいけどね。お願いし。全然ええよ。今日やるのは東京ダメシヘディングチャレンジ。いいでしょう。得意分野。もう一人の裏方がサッカーやってたから、うん、思いっきり上に蹴ってもらって、うん、ヘディングすると。まずくない？それは。そういうことか。ドスハードだよ、だって、うんね、カッパの空が真っ赤になっちゃうよ。大丈夫。でもメインになるような人ってやっぱ度胸あるかなと。あ、まあまあまあ、確かに ね、うん、前回決まらなかったからね。絶対勝つけどね。あ、俺はもう負けられない。それではやっていきましょう。レッツまず一回見とく。ああ、どんくらいか見よう。いや、待って、マジ？いや、ボールのバウンド音が違うわ。へこむぞ、俺。マジで、身長ちっちゃくなっちゃうよ。え、それ以上、これ以上嫌なんだけど。だって162だからさ。1な。え、ビビってんの？ビビってんの？全然。俺、お皿が平らになっていいわ。俺、先行やらせてじゃん。いいよ。俺ならいける。いけ！うわ、いけ！隕石が降ってくるからね。いや、怖え！いくよ。当てるよ。絶対ビビってできねえよ。ほら、やべえもん。はい、アウト、アウト。ハンド、ハンド。マジで怖い。ハンドです。マジ、マジで怖い。ハンド。マジで無理だわ。マジで怖かった。いきます。さあ来い。おらおらおらやばい、高いよ。無駄。今やばい。これをやった瞬間、骨がさ、骨と骨がさ、グワーッとって折れっかと思った今。ハンドでしたよね、今。キーパーだった、もしかして。キーパーの魂が ここにあるわ、俺。まだキーパー魂が。こんなちっちゃいキーパーいないよ。確かに、うん。これ成功したら勝ちだよね。そう。決めます。いきます。出たらメインで俺。俺ら高いぞこれ。やばいぞ。成功。大丈夫大丈夫。大丈夫。さらばさらばさら。さら。あ、さらば無事だ。大丈夫。割れてない割れてない割れてない。あ、ちっちゃくなってるちっちゃくなってる。やだー。55だぞお前。やばいぞお前。でもゴッキーこれで。一緒です。やだー。でこ。じゃない方はよしきということで。はい。待って、違う。こんなんで切りつけていいの？こんな安易な考えで。もう一回やりたいの？もう一回やりたい。俺が決めたらさ、またセーフにしてさ、また延長戦で行こうよ。泣きの一回ね。ラストチャンスだよ。オッケー。いくよ。怖えもん。あんな。じゃあもうメインは俺ね。茨城スタンじゃない方はよしきね。決定です。待て待て待て。何何何。でもまだこれでさ、一生いっぱいなわけじゃん。前回と踏まえてさ、納得いく？前回負けてんだよ。もう次こそ絶対に決めますわ。次こそ絶対勝つわ俺。頑張ります。頑張ります。